ヒョードル・バシリエビチ・クドリャ・ショフは、ロシア・イルクーツク州、ママカン出身のサッカー選手。ロシア代表、アンタル・ヤスポル所属。ポジションは DF。1987年、ロシア・イルクーツク州の小さな村ママカンにて生まれた。9歳の頃に、イルクーツク州の主要都市であるブラーツクに移住し、父親から、地元の FC シビリアーク・ブラーツクというサッカークラブに、 入るよう進められ入団した。クラブでのポジションは、左サイドバックであった。2003年、ロシアセカンドディビジョンにてキャリアを始め、2004年7月28日、チカロブツマイナス1936との試合で、キャリア初となる得点を決めた。クラスのダールで開かれた大会では、シベリア代表に選出され、トーナメント制の大会で優勝を果たした。 試合後に大会を視察していた当時 FC スパルタク、モスクワのスカウトであるセルゲイ・ショロフから話を持ちかけられ、約1ヶ月後にモスクワで契約。2005年3月、移籍金3万ドルでスパルタクモスクワへ移籍した。スパルタクでは1年間トレーニングに励み、2006年11月26日、ロシアプレミアリーグの最終節のクリリア・ソベトフ。 サマーラ戦でデビューをした。2007年は第2節の FC アムカルペルミ戦から出場し、そこから4試合にフル出場するなどアグレッシブな活動をしたが、6月22日の第7節のサトルン・ラメンス公営戦では、66分にサイドを駆け上がる途中で、ガーナィ DF のイリアスシラの頭に顔が接触して、ピッチに倒れ負傷した。その後、 病院に運ばれ鼻の骨折と脳震盪という診断が下された。怪我をさせた側のシラは病院を訪問。悪意がなかった趣旨を伝え謝罪をし、クドリャショフはその謝罪を受け入れた。この怪我によりそのシーズンは棒に振ることになった。2008年に怪我から回復したものの、その年に入団してきたマリックファティにポジションを奪われ、出場は一試合にとどまる。出場機会を求めて、 シーズン途中に FC ひむきにレンタル移籍をし、ひむきではレギュラーとして出場をした。2009シーズン序盤では足の怪我などもあり、トップチームでの試合に出場する機会はなくユースチームでプレーをしたが、シーズン終盤には7試合中6試合にフル出場をするなどレギュラーとしてプレーをした。2010シーズンの序盤はレギュラーとして出場。 2010年8月26日、FC トムトムスクにレンタル移籍をした。2011年8月29日、FC クラスのダールに買取オプション付きのレンタル移籍をした。2016年1月15日、FC ロストフに3年契約で移籍した。ありがとうございます。